1号艇江口昭夫選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ今節ですけれどもオール2連隊での優勝戦1号艇となりましたが、まあ、実際の船足とこの成績ご自身ではどう感じてますか？そうですね、スタートの足なんかは、はい、いい仕上がりしてると思うんですけど、ターン回った後の出足みたいなの、回り足みたいなのは、まあ、成績ほどじゃないなと思ってます。うん、今日朝乗ってみて昨日との違いなどは、まあ、安定板外れた分少し上向いてる気はするんですけど、他との比較はちょっと分かんないですね。ただ自分の体感はまだまだ来てないですね。スタートなんですけれども見え方は今節はどうですか？まあ、見えてもいないですし、スタートはもうできるだけ早いのは、まあ、行く場合ありますけど、できればあんまり早いのは行きたくないなということですかね。それでは地元の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、精一杯頑張ります。2号艇佐々木康之選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ今節一節間振り返って船足はどういうふうに変わってきてますか？ちょっとそうですね、もらった状態とか初日1走目思えば上積みはできているとは思いますけどね、はい、まあ日替わりの調整でちょっとなかなか、いい状態をキープってわけではいかないですけど、まずまずだと思います。はい、スタートなんですけれどもトップスタート5回ありました。見え方はどうですか？まあ大体分かってきてますけどね、まあ安定してスタートはいけてますけど、まあそれほどは掴んではないですけどね、まあ今日は掴みたいと思います。はい、2号艇になりますが、まあ、今日の現在は向かい風という中どうですか？そうですね、まあ、風も変わるかもしれませんし、夜だとまた誤差が出るんでね、もう一回特訓でしっかり掴みたいと思います。はい、それでは最後にメッセージお願いします。はい、最後精一杯走りたいと思います。よろしくお願いします。3号艇高吾隆一選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ準優勝戦、はい、動き内側どう見ていましたか？そうですね、まさかこんな展開になるとって思いました。実際ターンした向きや出口の船足というのはどうだったんでしょうか？はい、その辺はいいです。スタートなんですが今節見え方はいかがでしょうか？大体なりにいけてると思います。はい、そのスタートのしやすい足ではありますか？そうですね、はい、3号艇になりますがメンバーなどを見る中でこの枠番というのはどうでしょうか？はい、そうですね、まあでも柔軟にスタートどこからでもそこそこいけるので柔軟に構えたいと思います。それでは最後にメッセージをお願いします。はい、運一本でここまで来れましたので最後も運よく終わりたいと思います。4号艇石塚久也選手です。よろしくお願いします。さあ、オール3連隊でここまで来ましたが、はい、実際乗ってみた体感とこの成績というのはどうですか？もう少し成績良くてもいいかなって感じですけど、はい、では仕上がりはいいという、ね、伸びに関してはいいんですけどスタート行ききれてないのと、ちょっとターンの感触がちょっとずれてる時もあるかなっていう感じですけどね。スタート行ききれていないというのは船足の部分でっていう、なんか伸びはいいんですけどどこまで伸びるか分かんないんでちょっと怖いんですよね。コース取りに関してはどうですか？まあ枠近辺か4コースから6コースどこでもいいです。それでは優勝に向けましての意気込みをお願いします。優勝できるように頑張ります。5号艇木村光弘選手です。お願いします。はい、さあ今シリーズ序盤から船足どういうふうに推移しているんでしょうか？まあ低勝率だったので整備士さんと一緒に外回りしっかり整備しました。はい、スタートなんですが、まあ、無理できない状況かと思いますが見え方はいかがですか？正直10に合わせてるんですけど届いてないですね。はい、もう少しそのあたりもしやすい船足にはしたいところでありますかね。まあ、サバは呼びたくないんで、まあ、自分の中でしっかり10に合わせます。5号艇になりますがコース取りに関してはどうでしょうか？そうですね、まあ、変な進入はできないので、まあ、いつも通り一つでも打ち合いを取れるように。それでは最後にメッセージお願いします。はい、優勝します。6号艇桑原優選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあお休み明けですが、はい、ここまで来ましたね。まあ、そうですね、はい、スタート感に関してはどうですか？分かってないです。はい、何か特徴などはありますか？まあこれといって
ないですね。バランスは取れてるとは思ってます。6号艇となりますけれども、はい、コースはあもう6コースから、はい、いやまあ攻めていくというよりこう動きを見ながらっていう感じですか。まあ、そうですね、まあ、そういうことになります、はい、うん、ただそういった状況になればチャンスはある、無なしでもある。うん、まあ、そうですね、よっぽどの展開があればだとは思うんですけど、はい、では皆さんにメッセージお願いします。はい、まあ、いいレースできるように頑張ります。お願いします。